ルノー4ルノー4はルノーが製造、販売していた自動車である。4はフランス語でカトル。キャトルという呼び方も日本で浸透しているが、フランスでは主に最もポピュラーな仕様4リットルからカトレールと呼ばれる。商業的に成功した世界初のハッチバック車とも考えられている。生産台数は1992年12月の生産終了までに、 約835万台で、フォルクスワーゲンタイプ1、フォードモデル T に次ぐ、モデルチェンジなしの量産車としては、累計台数世界第3位の生産台数を記録している。1950年代のフランスにおける人気車種であったシトロエン 2CV を徹底的に研究して、設計、開発された。当ジルノーでは、 最小モデルとして 750cc 級リアエンジンのルノー 4CV を生産していたが、リアエンジンは室内空間が広くできるものの、車体全部のトランク容量は小さく、使い勝手がいいとは言えなかった。また、エンジン、タイヤ、エンジンオイル、道路舗装の進歩による速度や路面グリップ力の向上もリアエンジン車にとっては不安要素となった。c v は年から、 長らく生産されており、時流に比べて、やや球体化、沈腐化していた。後継モデル開発にあたっては、前輪駆動の 2CV が当初、缶詰等と嘲笑されつつも、着実に、フランスの路上に繁殖している以上、それを凌駕する車にすることが必須だった。このため前輪駆動方式を採用するとともに、機能性を優先し小型の貨物板を思わせる。 バックドア付きの2ボックスハッチバックスタイルを採用した。乗用車ではあるが、貨物車のような汎用性を備え、ラゲッジスペースに限りのあったシトロエン 2CV に差をつけたのである。ルノーのベーシックモデルとして企画された4シリーズは、経済的で実用性の高い小型車であったことから、庶民に受け入れられ、ルノーの大衆車市場での足場を固めた。このモデルの基本設計を基礎として、 1968年にルノー6、1972年にルノー5の各前輪駆動車が登場し、それ以外にも商用仕様の4、回4、4、回6や様々な特別仕様車、レジャー用のロデオシリーズ等を派生した。日 CV のような熱心なファンこそ少なかったものの、商業的には大きな成功を収め、1992年まで、 生産が続けられた。フルゴネットリアサスペンション平面図エンジンの上を通るシフトセレクトロットに c v はラゲッジスペースとなる車体後部が大きく傾斜しているためかさばる大荷物を積む場合トランク外や屋根のキャンバストップを外して荷物を車外に露出させる必要があった。廃車から座席を抜き取って自宅のソファーとして使っているマニアも存在した。ありがとうございます。